松平貞明は、江戸時代後期の大名、老中。伊予国松山藩の第十四代藩主、地藩寺。貞勝家、久松松平家宗家十五代十七代。下には十四にした四季部、大輔、自重、左小野江県少将、伊予上。明治維新後は、久松貞明を名乗った。松平貞明肖像写真硬化2年11月9日。 伊勢国津藩主、東道高之のご男として誕生。母は、側室で、橋本氏の娘。幼名は、蓮五郎。安政六年、伊予松山藩十三代藩主、松平勝成の養子となる。養母は、正室喜義助因伝。蔓延元年、十四位家式部大助に助任され、ためかい詰めかくに任ぜられる。さらに、翌年、 自重に昇進したメカンに任ぜられる。慶応2年、左小野江県少将に昇進。その間、矢部勝成に従い京都の警護や徴収政党に加わる。同3年9月、家徳を譲られ井上に転任。その直後、たメカン定石及び老中に就任。家門である貞ダの老中就任は、松平貞信以来のことであった。1ヶ月後、 大政奉還。願いによりため官詰め定石及び老中を辞職。同四年、蕎麦、伏見の戦いでは、前将軍、徳川義信に従ったとして、朝敵の汚名を受け、秩序禁止を命ぜられる。ついですべての官位を剥奪され、矢部勝成が再禁する。翌年、秩序を免ぜられる。同年三代し、明治天皇に拝越、十五位に上される。 明治4年、再び、矢部勝成より家督を譲られ、地範寺に任ぜられるも、半年後の廃藩地権により、地範寺を免ぜられる。翌年7月19日、すぐなく東京急商店にて即居。去年28、新式をもって、東京三田住海寺に土葬され、忠だ公と追試される。遺発が、松山宿、谷常の無事へ送られ埋葬される。遺言に基づき、 旧旗本、松平勝美の三男、久松忠志が養子師として迎えられた。日付イコール旧歴第日本金星資料、流英部人、小玉孝太監修、内閣文庫像、初行年表東京堂出版、予備総書予備総書館公開1936年、発行。ありがとうございます。